さんお疲れ様ですタカさんとのズーム対談いかがお過ごしでしょうかまあ、寒い時期が深まりますと新潟の方はね雪ですごく不自由するんではなかろうかと思いますで私の住んでるところってのは雪がほとんど降らずに一年中季節がねまあ、安定してるんですよねまあ、春夏秋冬はありますけれども過ごしやすい夏に過ごしやすい冬まあ暑いだの寒いだのっていう人もいますけどもナミさんのことを思うとね うん、このぐらいはどうってことないんじゃないかなとも思いますしまあ人はそれぞれ住む環境に対して感謝もするし迷惑も感じるというねさまざまな特質があるもんですさあでもね広島ではですねスタッドレスタイヤを履く習慣もありませんしそれからスパ,クタイスパイクタイヤみたいなの昔もありましたけどもそのチェーンをタイヤに巻くっていう習慣はないですね私もね車を買ってタイヤを履き替えるってことはほとんどないんですよつうか1回もないですね今までね タイヤを買い替えて4本新しくするってことがたまーにあるぐらいで本当にタイヤに悩まされることはないですそれだけでも作業的工賃というねお金の問題それからあ心理的な負担とかさまざまなものから解放されてるなーっていうね本当にありがたいことだと思いますでその中でねナミさんはやっぱりこう車での移動の間を情報発信ぼやきシリーズみたいなのに当てられてさすがだなーと思うこととあとせっかく動画を撮られてもね アップロードできる環境がなかなか難しかったりとかすると今与えられた環境で最大限やっぱりね行動していくことっていうのはどこの環境にいてもどんな場所にいても誰にもこう求められることなんだなと思いますねはい様々なみさんからねその行動原理とかマインドセット 学ぶものがある中でライフプロデュースアカデミーっていうのがね、えー、もうすぐ募集が始まるということで私もこうやって支援させてもらいたいなと思うわけなんですけども、えー、発売日になりましたらまたね別の動画があると思いますのでこの動画をご視聴中の皆さんライフプロデュースアカデミーでお金とかね恋愛とか仕事の問題大いに解決していきましょうそして南美さんはね、まあ、占いもされるということなんでもしかしたらそういったポイントも売り込みかもしれませんね うん、占いってね、結構ね、私たちは、うん、科学的ではないんだけども、ちょっと気になって見ちゃいますよね。おみくじ引いたりとかね、明日を占うなんてことを見ますし、うん、やっぱりね、一か八かって言葉もあるように、商売ってのは、とかく、そういった運の要素にも左右されますんで、明日が天気なのか、大事な時に晴れるのかっていうのも、これも運の作用のところも大きい切りですからね。 天候ってのは変わらないんだけども、天候と自分の暮らしがどうかみ合うかっていうのは、これはまさに天の溝知る運のなせる技なのかなというところですね。はい。というところで、ナミさん、お疲れ様です。まだね、占いのコーナーとかもお聞かせいただければ幸いです。じゃあ、本日も行きましょうか。頑張りましょう。12月13日、深夜3時30分でございます。行ってらっしゃい。